悪いな。俺のズボンがアイス食っちまった。今度は五段を買うといい。行くぞ。は。あれもこいつらの一味か。処刑台？見かけねえ顔だな。なぜ処刑台を探す？なんだ？待て、煙の行った先だ。3000万ベリーの賞金首じゃ。悪運尽きた。てめえは、政府はてめえの首を欲しがってるぜ。どうして G5 トップのお前がここにいる？おいベルゴ、外にいるのは全員 G5 の海兵、お前の部下だぞ。見殺しにするつもりか？黙れ貴様ら。今更ながらとことん空気を読まねえ連中だぜ。麦わら、てめえどこへ向かってるんだ？ベルゴとケリをつける。たぶんな。邪魔すんなよ。いいか、よし、いいか。ちょっと待って。いいか、ベルゴは俺の敵だ。ロー、まさか俺が海賊のお前との約束を守るとは思っちゃいまい。本気で口止めしたきゃ俺を消せる場面は何度もあった。麦わらを利用して何を始める気だ？まさか本当にやりやがった、フジトラ。同じ地位を得てもこんな真似俺にはできねえな。胸が空いたよ。腹じゃねえよバカ。え？で、試しに富、名声、力だった。そしたら、あ、これ喋ってる人だったんだ。ドッカンですよ、それは。いやいやいや、最強の武器があるじゃないですか。ナレーションって言われたら、富、名声、力、ナレーションの大場真人です。で、自己紹介しようかなと思ってさ。